皆さんこんにちは、ビレジェンド大林です。今回はですね、動画にいただきましたご質問にお答えをしたいなと思います。減量中にドカ食いしたくなった時にどういうものを食べたらいいですかというご質問ですね。ずっと減量食続けるのはしんどくなって食べてしまいたくなるという、結構あるんですね。減量に慣れてない方であっても、私のように減量に慣れてるものであっても、まあ一緒でですね、やっぱり私も食べたくなる時ってありますし、まあそれこそ毎日のようにね、お腹減ったな、なんか食べたいなって思う時ってあるんですけども、その度にですね、やっぱり食べたいものを食べてては減量が進んでいかないので、そういう時にどういうふうに対処をしていったらいいのかっていうことをですね、お話をさせていただければなと思います。どんなものを食べたらいいのかっていうところで、私が一番おすすめしているのは寝ることですね。食べ物じゃないじゃんっていう話なんですけども、どういうことかと言いますと、無性にドカ食いしたくなった時っていうのは、肉体的なストレス、精神的なストレスがすごい強くかかった時に食欲が出てくることってすごい多いんですね。まあ要は減量の疲れとか精神的なストレスによって、でそれがこう食欲の方に出てしまっているっていうパターンが結構あるんです。そういう心身の疲れに一番効くのって食べ物じゃなくて、やっぱり休息なんですよね。 2,30 分でも構わないんで、お昼寝をしてみるとか、ちょっと早めにですね、布団に入っていただくとか、ちょっと意識をして睡眠時間を長くとってみるような、そういう意識をしていただくと、疲れが取れてストレスもちょっと緩和されてですね、食欲が収まるっていうことが結構あります。私もやっぱり減量しててすごい疲れが溜まってる時、あとはまあ仕事とかですね、私生活なんかですごいストレスがかかった時っていうのは、強い食欲に襲われることって結構あるんですね。私なんかはそういうのよく経験しているので、あ、これストレスかかってるから食欲来てるだけだなっていうのが分かるんで、そういう時はなるべく早くベッドに入って休むようにしてます。でそうすれば次の日にはですね、またすっきりして食欲も消えることがすごい多いので、まずはこう食欲に対して何かを食べることで解消しよう、対処しようとするんではなくて、疲れを和らげるために睡眠とかですね、休息に意識を向けていただくっていうのが実は一番おすすめしていることです。とはいえですね、やっぱり仕事の都合とか家事の都合とか、そういうので思うように睡眠が取れない時もあると思いますし、休んだからといってこう食欲が収まるわけではないっていうケースもあったりするので、じゃあそういう時にどういうものを食べていったらいいのかっていうことをこれからお話をしていくんですけども、食べたいからといってですね、お菓子とか脂っこいものとか、そういう高カロリーなものを食べるのはなるべく控えていただきたいなと思います。そういった食べたいっていう食欲に対して、やっぱりね、カロリーの高いもの、味の強いものを食べるようになってしまうと癖になりやすいんですね。やっぱり刺激がすごい強いので、そういう刺激をね、脳がまた欲してしまって、結構また短いスパンでこう食べたくなってしまうっていう癖がついてしまったりするので、食べたい時にやっぱり食べたいものを食べたいだけ食べるっていうのはあまりおすすめはしません。まずは胃にね、健康的なもの、食べても大丈夫なものをある程度入れてみて、食欲が収まるかどうか様子を見ていただきたいので、水分を多めにとっていただく、お茶とか炭酸水なんかもですね、結構お腹が膨れて刺激になるので、空腹を紛らわすのに良かったりします。あのカロリーゼロでこう香りだけついてるような炭酸水出てると思うんですけれども、香りがついてるだけで結構気分が紛れたりするので、まずはそうやってね、水分を入れていただくっていうのがおすすめです。ちょっとね、水分が減っていって脱水症状になった時も食欲が強くなったりするものなので、特にね、今の季節暑くてこう脱水症状になりやすいので、そういった意味でもまずはちょっと水分をね、取っていただくっていうのがこう一つ目の段階かなと思います。二つ目は野菜とか寒天、ところてんみたいな、食べてもあまりカロリーのないものをちょっと入れていただくっていうのがおすすめです。まあところてんでしたらこうサンバイズで食べてみたりとか、ちょっとだけですね、あの甘い蜜かけて食べていただいたりとか、まあ野菜でしたらこうサラダにしてみたり、温野菜にしてみたり、そういったものでちょっとこうお腹の
中をこう満たしてあげるのがこう2つ目の段階ですね。だいたいですね、水飲んで野菜とか海藻類とかそういうものを食べればお腹って膨れてくるんで落ち着いてくると思うんですけども、それでもまだなんか食べたい、収まらないっていう時は果物なんかがおすすめですね。ある程度胃の中に物を入れてもですね、こう食欲が収まらない時っていうのは、こう脳が甘いものをこうすごい欲してる状態っていうことが考えられます。なので甘いものを取ってあげて脳を満足させてあげる必要があるんですけども、まあ甘いものを食べるからといってですね、やっぱりカロリーの高いお菓子とかを食べてしまうと余分なカロリーを取ってしまって減量の妨げになりますし、強い刺激をね脳がまた欲してしまってまた食べたくなるっていうことにもつながりかねない。でそういう時にはですね、果物を食べていただくのがすごいおすすめです。旬の果物って結構甘くて美味しいんですけども、意外とですねカロリーはすごい低いんですね。例えばグレープフルーツなんかよく食べるんですけども、 100g あたりですね糖質って 10g ぐらいしか入ってないんですね。例えばあんことかだったら 100g 中に糖質 6-70g 入ってるかな、かなりの量の糖質になってしまったりするんで、こう和菓子とかね結構ヘルシーだって言われたりするんですけども、かなり果物って低カロリーなんですね。で水分も多いんで少ないカロリーでお腹を満たせて、で甘いものを食べたっていう満足感も一緒に得られるので、果物を食べていただくっていうのがおすすめです。減量中におすすめの果物でいきますと、リンゴとか柑橘類なんかは意外とカロリーがね低めなのでおすすめです。逆に果物の中でもバナナとかですね、あとはドライフルーツなんかはかなり糖質が多くてカロリーが高めなので、ちょっと気をつけていただければなと思います。あとはですね、甘いものを入れてあげるっていう意味ではプロテインなんかもすごいおすすめですね。まあ、Bレジェンドのプロテインはね、ジュースのようにおやつのように飲んでいただけるような味を目指して作ってますので、こういう甘いものがどうしても食べたい飲みたいっていう時にぴったりのプロテイン何種類も揃えてますので、プロテインをおやつ代わりに使っていただくっていうのもすごいおすすめです。プロテインを飲むだけではなくて調理をして食べ物に入れてしまうっていうのもすごい効果的です。Bレジェンド板垣の方はですね、よく動画で紹介している料理ちょっと作ってみるとかですね、私が減量中によくやってるのは無脂肪のプレーンヨーグルトにプロテインを混ぜて食べるっていうのをよくやってるんですけども、これ結構ですねお腹持ちが良くて、おやつ代わりにちょうどいいので、フルーツ系のフレーバーとかねすごい相性がいいので一回やってみてください。リアルスタイルフィットネスクラブのトレーナーの間で流行ってたのがウェイトダウンのですねさっぱりヨーグルト風味を無脂肪ヨーグルトに入れるとレアチーズケーキみたいな味になるんですね。騙されたと思って一回やってみていただければなと思うんですけれども、そういうプロテインなんでかなりですねホエーに比べてお腹持ちも良くなってまして、かなりですねおやつ代わりに活躍をしてくれましたので、気になる方は試していただければなと思います。では今回はですね、減量中にドカ食いしたくなった時に何を食べたらいいのか、どうしたらいいのかということにお答えをさせていただきました。また他にもですね、減量中の疑問とかトレーニングに関する疑問がありましたら、コメントの方に書き込んでいただけたらなと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。